水銀は原子番号80の元素。元素記号は HG。コートも書く。第十二属元素に属す。常温、常圧で凝固しない、唯一の金属元素で銀のような白い光沢を放つことからこの名がついている。硫化物である新車及び単体である自然水銀として主に産出する。水銀には味方象型の αHG と、 マサカタ・アキラ系のベータ HG の2種の同素体がある。元素記号の HG は古代ギリシア語デルタロー・ローガンマウプシロンローに由来するラテン語ハイドロジャーウムの略。また古くはラテン語アージェンタム・ビブムともいい。この言い方は英語クイックシルバー、ドイツ語クベキシルバ古来の日本語では水金と呼ぶ。漢字では古来うの字を当て。 標準中国語でも、この表記が正式である。英語名マーキュリーは14世紀から用例があり、先生術や錬金術の分野で最初用いられたもので、ある。これは、天球場をせわしなく移動する水星を流動する、水銀に結びつけたものとも、また、液体で金属であるという流動性が、神々の使者として、天地を自由に駆け巡った。 ヘルメースと同一視されるの性格と関連付けられたためとも言われる。水銀は各種の金属と混和し、アマルガムと呼ばれる合金を作る。これは水銀が大半を占める場合には液体、水銀の量が少なければ固体となる。従来は広く歯の治療に使われていた。白金、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、タングステンとは合金を形成しないので、 水銀の保存には鉄の容器が用いられる。生物に対して毒性が強いため使用が控えられている金属である。また、その得意な性質から様々な科学者の興味の対象となり多くの現象の発見に関わっている。7種の安定同位体が存在する。同位体は中性子の数が異なることからわずかに質量が異なる。したがって、 同じ元素であっても物理学的な特性に違いを持つ。この特性を利用し、環境中に蓄積された水銀の同位体比を精密に測定することで、水銀の循環を解明することが可能になる。古代においては、新車などの水銀化合物は、その特性や外見から、不死の薬や船底の防腐剤として沈徴され、また、新車の一種である種車は、赤色塗料として使用された。 特に中国の皇帝に愛用されており、不老不死の薬、先端の原料と信じられていた。それが日本に伝わり、神武天皇は統制して、神社の鉱脈を発見し、アスカ時代の女帝自童天皇は、若さと美しさを保つために飲んでいたとされる。しかし現代から見れば、まさに毒を飲んでいるに等しく、始皇帝を、はじめ多くの権力者が中毒で命を落としたと、 言われている。中世以降、水銀は毒として認知されるようになった。日本では、新社の産地は、乳と呼ばれ、乳神社が建てられており、水銀中毒事件が神社社殿に記録されている場合がある。世界中において、有機水銀はかつて農薬として、広く使われ、1970年代に、イラクでは、メチル水銀で消毒した小麦の種を食用に、 流用したパンによって有機水銀中毒で400人以上が死亡する事件が起きた。そしてその毒性から現在は使用が禁止され代わりに無機水銀などが使われるようになった。さらに水銀化合物自体の使用が環境汚染につながるとして寄避されるようにもなった。2001年にアメリカ合衆国では乳児の際に受けた予防接種中のチメロサールによって 自閉症になったとして、製薬会社に対する訴訟が発生した。三種混合ワクチン、日本農園、ワクチン、インフルエンザワクチン、B 型肝炎ワクチンなどの保存剤として、チメロサールが使われていたためである。そのためチメロサールを使わない過低濃度のものに変えるなど規制が強化されたが、その後の大規模調査で、自閉症との関連は否定され、関連を示唆した発端の論文は、 科学的不正があったとして撤回されている。有機水銀は無機水銀に比べ毒性が非常に強い。特にメチル水銀の中枢神経系に対する毒性は強力で日本で起きた水俣病や阿賀の川流域での工場排水に起因する有機水銀中毒の原因物質である。地球上においては地殻などに水銀が比較的豊富に存在する。 これら自然界に存在する水銀は水圏において非酵素的反応や微生物の作用によって有機水銀に変化し食物連鎖を通じて大型魚類や深海魚、海洋動物に蓄積される。日本の厚生労働省は金メダイやカジキ、マグロなどの魚類、クジラ、イルカなどの海生哺乳類に含まれる水銀が胎児の発育に影響を及ぼす恐れがあるとして 妊娠中か、その可能性のある女性は、魚介類の摂取量や回数を制限するように注意を喚起している。食物に占める魚介類の割合が多い日本では、メチル水銀の摂取量が他国と比較して高いことが知られている。メチル水銀の摂取量の地域的特徴は、マグロ類の消費傾向とよく一致し、関東地方などを中心とする東日本で高く、 中国地方から九州北部にかけて比較的低くなっている。一方で、魚介類は栄養的にも優れた食品であり、バランスの取れた食生活をしている限りは、通常は微量の汚染物質による健康影響を心配する必要はあまりない。一方、発育途中にある胎児の神経系は、メチル水銀の影響を最も受けやすいと考えられる。魚介類にはある。 種の不法は脂肪酸など、胎児の発育などにも有効な成分も多く含まれており、魚介類中に含まれる、微量のメチル水銀が、胎児の発達にどれほどの影響を及ぼしているかは、研究者によっても見解が分かれるところである。欧米の政府機関は、基準を設けて、マグロやカジキなどの摂取制限を行っている。特に妊婦や妊娠する、可能性のある女性は、 メチル水銀を多く含む大型職業や、イルカ、キンメダイなどの魚介類などを基準より食べすぎないよう注意すると良い。なお、マグロなどの魚介類はセレンを含んでおり、これがメチル水銀の毒性を軽減させているとの可能性も指摘されているが、詳細は不明である。自然界では、無機水銀を呼び、有機水銀を処理して、金属状態の水銀に変化させる菌が存在する。 この菌は、通称水銀耐性菌と呼ばれ、水俣病の発生した地域の土壌から管理された。水銀耐性菌において、無機水銀及び有機水銀を金属水銀に代謝するのは、この菌の産生するタンパク質によるものであることが、遺伝子工学的な解析により判明しており、その担当遺伝子の解析も行われている。環境汚染の浄化技術として、 いわゆるバイオレメディエーションへの応用も行われている。体温計に使われている水銀は金属水銀なので安全だと言われている。金属水銀は間違って飲み込んだとしても消化管からはほとんど吸収されないので急性中毒を起こすことはない。しかし、気化した場合には肺から吸収されやすく体内に吸収された場合にはヘモグロビンや血清アルブミンと結合して毒性を示す。 このため水銀を含有するものを焼却することは危険である。これら水銀を含有する使用済み物品は分別回収の対象であるが、一般ゴミに紛れて焼却炉に入れられることもある。水銀体温計1本が混じったゴミを燃やすと、排気の水銀濃度は1立方メートルあたり数千マイクログラムに達する。日本では新設のゴミ処理施設では排気の水銀濃度を1時間。 平均で1立方メートルあたり30マイクログラムまでとする規制が実施された。このため既存施設を含めて排気の分析と活性炭などによる浄化が行われている。許容摂取量は国際専門家会議において胎児を保護するため暫定的対応量1.6マイクログラム、キログラムと定められており、諸外国においても妊婦等への接触制限の啓蒙や 規制強化が行われている水銀の外部環境への排出抑制は取り組みが進んでいるが過去に排出された水銀や現在でも水銀を含む農薬が許可されている国域では川口や湖などの提出に蓄積されていることがある。日本国については産業技術総合研究所で全国の河川の提出を分析して 日本の地球科学図としてそのデータを公開している。また環境省は、基準値以上の水銀化合物を含む提出を除去するように精霊で通達している。水銀の鉱山としては、スペインのシウダレアルにある、世界遺産の国営アルマデン鉱山が有名。古代ローマの紀元前372年から、イスラム帝国時代、そして2004年7月の生産停止に至るまで新車、及び、 自然水銀を産出していた。日本では、佐世保市、愛浦の佐世保総群、愛浦荘、北海道ルベシベ町にあった糸無加鉱山や古代から産出記録がある乳鉱山が知られている。新車を空気中で約摂氏600度まで加熱することで水銀地金が管理する。水銀地金は液体であるため、アマルガムを生じさせない素材の容器に入れて流通させる。 国際市場では3 4 5ラムの鉄製容器に充填して流通することが慣習となっている。ただし、国内向けや小口向けでは他の主役同様ガラス製や樹脂製の瓶に入れて出荷されることが多い。水銀鉱石を構成する鉱石鉱物には次のようなものがある。商業的には新車及び自然水銀が主要な鉱石となっている。 我が国の水銀に関するマテリアルフローによれば以下の通り。インドでは水銀は芝紙の精子でできているとされ、ラサシャストラという錬金術書に従って水銀アマルガム製のパワーストーン仏像やラサマに、ラサマに1、すべての薬草汁は鉛に溶け入る2、鉛は鈴に溶け入る3、鈴は銅に溶け入る4、銅は銀に溶け入る 5. 銀は金に溶け入る。6. 金は水銀に溶け入る。全宇宙が究極の魂に溶け入るように、すべての元素は水銀に溶け入る。それなので、すべての元素と金属の色が水銀製シバリンガムの表面には現れる。水銀は常温で容易に気化するため、分析法は還元気化原子球工法が主である。測定機器としては、 原子急行分析装置のバーナヘッド部を石英セルに置き換えるほか、水銀測定専用の装置が市販されている。有機水銀の場合は資料を分解せず、溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィーで分離して、電子捕獲検出器や質量分析装置で検出する場合もある。総水銀の分析手順は、オウムネツのようなものである。詳細は聖書を参照されたい。 資料を共産で分解する。硝酸化塩素酸、硝酸化塩素酸硫酸、硝酸硫酸の系がよく用いられる。さらにペルオキソに硫酸カリウム、カマンガン酸カリウム等で有機水銀と残余の有機物を完全に酸化分解する。分解液を還元気化装置の容器に取り、還元剤を加え通気する。水銀イオンが水銀原子に還元され、基礎中に パージされてくる。水銀原子の波長253.7ナノメートルにおける急高度を測定する。日本において水銀を含む物質や製品等を処分、廃棄する際には環境省が示す水銀廃棄物ガイドラインに沿って適切に保管、廃棄することが求められる。2018年には実験に使った水銀を排水に流すなどの 不適切な扱いを続けていた元大学教授に対し、水銀の除去費用として1,550万円の支払いを命じる判決が言い渡された例がある。水銀の化合物は存在が予言されるにとどまっていたが、2007年に初めて HGF4 の構成が報告された。個体 AR、または NE マトリクス中の極低温下で水銀と F2 との反応により合成された。 ありがとうございます。